皆さんこんにちは。本日はリクエスト動画になります。メインでスキル周回可能な弾き系持ちポケモンについて、過去に雪わらしとヨマワル、キルリア、ガチゴラス、ニダンギル、オーベム、ピッピ、この7種類の周回方法は別途動画でご紹介したんですけれども、今回リクエストとしまして、それ以外バイバニラ、ウルガモス、ムーマージ、つまりドロップ率が低いものですね、これらの周回方法をご紹介したいと思います。ドロップ率が低いので根気がいると思いますけれども、もし回す方は一つ参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いします。ではこの後実際にそれぞれ3匹周回方法の方をご覧いただければと思います。ではまずはメイン529のバイバニラ。お邪魔はバリアとバイバニラですので、ガチガチの編成で行くんであればバリアはじき、ニランギル、ニャビ、ソルロック、あとはバイバニラのお邪魔対策でギャロップ、まずこれでいってみましょう。バリアたっぷりですね。4マッチのバリア弾き狙っていきます。バリア弾き、バリア弾き、4マッチはない。バリア弾きで、バイバニラとバニラ、あ、バリア、バリア弾き、弾き出す、弾き出す、またバリア、バリア弾き、バリア弾き、まあここまでしなくても大丈夫だと思いますが、一応ガチガチに固めるならこんな感じですかね。ではもう一つ、もう少し現実的な編成にしましょう。メガアクはディアンシー、それから弾き出すのサームラ、あとはマッシブンの粉砕で、クーラン、まあ、バイバニラ出してきますけども、出してこない時も弾き出すという感じでいってみましょうか。まずはメガ進化、そしてバリアは消せないので粉砕、粉砕してバリア消す、弾き出す、もっと粉砕のところ埋められた、弾き出す、弾き出す、すぐまたバリアですよね。バリア消して、弾き出す、これでも大丈夫ですね。同じバリアを消すメガ枠としてヘルが効果抜群取れますけれども、メガ進化まで少し時間がかかりますので、ディアンシーで十分かなと。ディアンシーの方がメガ進化早いですからね。メガヘルがもし入れる場合はできれば保険にバリア弾きとか入れておいた方がいいかもしれないです。あとはもしこれでもちょっと苦戦するというのであれば、最後の力を入れておくと安心でしょうね。では続きましてメイン599のウルガモスいきましょう。お邪魔は大量のブロックです。なのでブロック対策が必要ですね。ブロック弾き固めにしました。ガチゴラス、スカイシェイミ、バックガメス、
メガアークはメガ進化の早いリザードン Y 色違いにしてます。まずこれでいきましょう。初期配置からすでに結構なブロックがありますね。ブロック弾き、メガ進化、ブロック弾き、リフレッシュしそう。揃えられ、あった。ブロック弾き、少し綺麗にして、4マッチ、ブロック弾き、ブロック弾き、4マッチのブロック弾きはない。ブロック弾き、また4マッチない。ブロック弾き、一手残し。最後の力を入れた方が良さそうですね。これ手数が少ないんでしょうかね。ああ10手しかないんで、手数が少ない時は最後の力を入れた方がいいでしょうね。ちょっともう一つ編成考えてみますね。ではもう一つ、最後の力を入れました。最後の力のレジロックとヒードラン2匹入れましたけど、1匹いれば大丈夫でしょう。あとはブロック弾きを1匹入れて、メガワークは早くメガ進化した方がいいので、一発でできるもの、リザロン X もしくはメガスピアあたりがいいでしょうね。ブロック弾きメガ進化、やっぱ一発目が進化は気持ちいいですね。ブロック弾き、メガ効果である程度ブロック消して、ブロック弾き、ブロック弾き、ブロック弾きで残り4ターンになったので、もし4マッチがあれば最後の力を狙っていくと。今回はないですね。ないのでブロック弾き4マッチたくさんあるぞ。最後の力こんな感じでいいでしょう。リザードン X は結構ブロックも消してくれますんで、なかなかいいと思います。スピアでもいいと思います。では最後にメイン629のムーマージいきましょう。このステージは天井の方にバリアを2個ずつ毎ターン張ってくるんで、ちょっと厄介ですね。なのでメガアークはスピアがいいでしょう。あとはバリア対策で弾きがもしあれば、バリア弾きのバンギラス、フワライド、あとはこれも手数10で少ないので、世の我の最後の力がいると安心でしょうね。これいってみましょう。この初期配置はまずムーマージを揃えるとある程度きれいに消えます。で右上に2箇所バリア張ってきましたけれども、これもう毎ターンやってきます。バリア弾き、バリア弾きが狙えるときはバリア弾きでいいですね。ダメージ大きいんで、バリア弾き、でバリア弾きの4マッチがないときはスピア使って消すと。そしてまたバリア
4マッチバリア弾き、もうこの繰り返しですね。4マッチのバリア弾きはありませんが、バリア弾き失敗。もう残り4ターンになりましたんで、最後の力を使ってもいいですし、バリア弾きでいってもいいでしょうね。4マッチの最後の力はないので、バリア弾き、これもバリア弾き、うん、道に残し、最後の力は使いませんでしたけれども、入れておけば安心だと思います。まあ、このステージはメガスピアはまあほぼ固定で、ヨノワールは入れておけば安心。バリア弾きはあればなお良しですけども、なくてもスピアとヨノワールがいればなんとかなるかなと。なので紹介する変数は この1つぐらいですかね。はい、そんなところで今回は弾き系でスキルのドロップ率が低いもの3匹を紹介しました。かなり根気がいると思いますけれども、どうしてもクッキー準備できずメインで周回せざるを得ないという方は、今の編成を一つの参考として頑張っていただければと思います。では最後までご覧いただきましてありがとうございました。